アクマン釣り機構へようこそということで、今回もやっていこうかななんて思うんですけど、今年最後の釣りになるかななんて感じですかね。まあこの1年ちょっとお世話になった最終は小島漁港に来て最後の釣りで締めようかななんて思ってます。また来年もまたちょくちょくお世話になるかななんて思いながら、今日もちょっと早い時間には小魚とかを釣って、もし餌になりそうな魚が釣れたら泳がせずになんかもしたいななんて思いますので、よろしくお願いします。まあ今年最後いい釣りができたらいいですね。ということで頑張っていきますんで、よろしくお願いします。さあいきなりフグって感じですね。まあ今回もオキアミとか青磯目を使った浮き釣りっていうのをやってる感じですかね。いやー、しかし今年1年この小島漁港にはだいぶお世話になりましたね。いろんな初めての魚を釣らせてもらってっていう感じで、まあ秋になってタチウオを釣り上げた後、シュアジギングを始めてからなかなかちょっと釣果が下がったっていうか、まあなんせシュアジギング始めてまだエソしか釣り上げたことがないような状態ですからね。冬もだいぶ寒くなってきたんで、もうさすがにシュアジギングも厳しいかななんていう感じで、泳がせ釣りにちょっと変更してみようかななんて思ってるんですけど、なかなか肝心なアジが釣れないんでちょい厳しい戦いになってますね。今回の浮き釣りはちょっと竿を久しぶりに 5m30 の長い竿をちょっと使ってるんですけど、いや久々に長い竿を使うとなかなかやっぱり扱いが難しいですね。まあ竿先の反応はいいんで、こうやってスズメダイなんかも結構普通に釣り上げることができるんですけど、この後ちょっとスズメダイを使ってちょっと泳がしてみたりはしたんですけど、まあ当たりの方はさっぱりでしたね。今回もなんか早い時間この小島漁港で浜地までは行ってないんですかねという感じの、ただ結構いい感じの青物が釣れてる人がいたんですごい期待してたんですけど、まあなかなか僕は今回もアイゴ祭りになったっていう感じですかね。だいぶ寒さも深くなってきて、アイゴの方も結構サイズはいい感じになってきてるかななんてとこなんですけど、まあアイゴはちょっと毒があるんで持って帰るのはいつもやめてるんですけど、まあでもなんか実際アジの方は美味しいみたいですね。そんな話はするんですけど、ただまあアイゴも釣る分には結構面白いところですよね。ちょっと微妙な当たりでもうまい具合にバチッと合わせたら乗ってくれてっていう感じで、結構サイズがちょっと上がってくるといい感じの意を見せてくれるんで、まあただ青物の餌釣りにはなかなか使えなさそうなんで、まあ今年1年いろいろと釣りやってきましたけど、最後は青物を見たかったですね。まあ来年またおいおいショアジギングの方は勉強していこうかななんて思います。まあちょうど今日ぐらいですかね、去年海釣りを始めてちょうど1年ぐらい経ったっていう感じなんですけど、まあ去年の最初の海釣りは上手だったっていうことを考えると、まあ僕もちょっとは成長したんかななんて思いながら、最初はもうどうやったら魚なんか釣れるのかななんていうようなぐらい全く釣り方もようわからんかったんですけど、
この1年いろいろと釣り方を変えたりしながらやっていく中で、この寒い時期でもなんとか魚ぐらいは釣れるようになってきたかなって感じで、まあ最初なんかはこの合わせるっていうのもなかなかうまいことできなかったんで、当たりがあっても全然釣り上げることができなかったんですけど、やっぱり回数重ねると感覚的にもちょっと分かってくるのかなって、そんな感じですかね。まあそんな感じで今回はアイゴ祭りになりましたけど、今年1年いい釣りができました。また来年も頑張ろうと思いますんで、よろしくお願いします。